制圧することができます。目標は二段山から三段山一帯です。こちらの兵士トラフ TOT ビールを発動、 TOT 20秒前。この際、左両戦車座の FV 小隊長が指揮する戦車および FV の2小隊が3、5の台を射撃します。続いて侵入してきた1小隊の90式戦車がチャーリーの台1体に現れた敵戦車に対して射撃します。1小隊長、こちら2小隊長、2小隊は1小隊の先生を追います。砲が着圧射撃を三段山左に、120mm 迫撃砲が鋭火射撃を三段山中央に、それぞれ射撃を行います。正体発射です。正射
120ミリ迫撃砲、中距離多目的誘導弾の同時多目標射撃により統制を失った敵部隊。一班の援護のもと、二班が引き続き前進を開始し、蛇行射撃を実施します。目標はデルタの台です。
続いて増援部隊による敵部隊の撃破など。水陸機動連隊の隊員。こちら特急号
このように警察部隊3台から6台および2台山に接種時間車両また前面に地雷の確認。こちら接種隊長、急に式地雷撃墜車で地雷撃墜を防いだろ。こちら接種中隊長了解。攻撃開始に先立ち第一線部隊の攻撃戦の様子を放映しますのでご覧ください。2門同時にそれぞれ4発射撃します。目標は三段山中央です。救急式自走155mm榴弾砲は迅速に陣地変換し射撃を継続することができます。本日は射撃終了後広場右側に小移動し 155mm 榴弾砲 FH70 による砲弾が正面で破裂する着弾射撃をご覧いただきます。特化部隊は通常同じ火砲の中隊ごとに陣地を占領し射撃をします。本日は広場前方の2門と後方正社で団長今MCB 小隊は大きく返して前進を継続します。
早期タイプの戦闘車両で、車体の不構成により海上自衛隊の輸送艦から直接発進し、上陸敵地まで自力で海上機動が可能です。 AAV 小隊は40ミリ自動的弾銃に射撃します。またスクリーンで一級式砲輪自走55ミリ榴弾砲および MLRS を含む特化火砲の射撃状況を応援しますので、合わせてご覧ください。スクリーンをご覧ください。